サムライトーク。So we're gonna follow up on the previous discussion on Sokaya and politicians and their similarities. We're gonna get deeper into this talk. Zero in on Mr. Oshita Eiji himself. What kind of a person he is?大下英二の名前を知られた図書館にもずらっと本が出てるんですけどね、実像460冊と書いてね、もう有名な人なんですけどね、図書館に行ったら必ずありますから。それでね、最近こんな映画、まだ映画で、コロの地っていうのが女性が書いたんですけどね、あの外人記者クラブで見たら満員だったですね、うん、もうすぐ出ます。その時にこれはコロの地って広島のね、警察じゃけん、何をしてもええんじゃって、広島面でね、これなんで広島がこんなにヤクザ総会が強いのかということもあってね、それと大下英二先生自身がね、ただ単なる週刊文春の記者ではなく哲学終わりなんですよ。もう政治の裏の裏を全部精通されて歴史も書かれてます。これなんかはもう本当に幹事長広くてもドキュメンタリーですね。私全部読みました。で、最後の総会やってるね、この人はすごい人、この人が最後にあのうちの親父の名前に聞いたってこと出て、あ、懐かしいなってわけで、やっぱ俺が狼の血を引いてるのかなと密かに感じた次第ですけども、これをこう、大下先生このコメントを書いてくださいっていう、なんで彼らは大下先生にこれを求めたんですか？っていうのはね、私はね、広島ヤクザ戦争っつって広島の共生会っていう、ね、共生会怖いってことです。この親分の話を書いてるんです、うん、そしてもう一つ、今度は本当実録でデカだったんだ、うん、デカがなんとヤクザの鳥羽の博打場ね、うんうん、そこの寺の上がりを取ってた、あのいたんですよ、うんうん、県警の男が。その男の生涯も私書いたことあるんです。その人全然これ違いますね。今度はもっとだけどクリーンな感じだったよ、この主婦は。少しね、それが近いと、そしてこのここに出てくる刑事は私の広島大学出身の設定になってる。あ、そうか。だから私の人生とそしてここでやったドンパチのねことを、私子供の頃ね、あのもう中学、高校の頃、ね、その頃彼女とデートしてたんですよ、うん、なるほど。そしたらね、今からおい早く帰りなさいと、ははは、今からドンパチが始まりますからあ、そうですかって、そういうところで育った。もう一つね、なぜ関係あるかって言ったらね、私は昭和19年6月7日生まれなんですけど、うん、1歳の時原爆落ちました、うん、で親父は死にました、即死です、うんうん、で僕はちょっと離れたところ、親父はその日町の真ん中出たからちょっと離れたところにいて、私の家も少し歪んでましたけどね、爆風で。だから私は生き延びた。だけど原爆ってのは580メートル上空で炸裂したんです、うんうん、ちょっとずれたら今度は親父が生きてて私が死んでるんです。あ、そうか、うん、だからもう一つね、それで私は高校行けなかったんです、うん、で三菱の造船所で電気溶接工してたの、うん、で、ね、その時ね、私が工員屋のことを知ってね、光の影の工員と触光しながらね、わしはこのまま死んでいくんかのと思って、工員屋のごとしっていうのを手帳に書いてたんです。だからそういう面で言うとね、よしと、もう僕は太宰治が好きでしたから。あ、そう。で、中学校2年の時から太宰治が好きでしたから、小説家になろうと思ってましたから、うん、よし、何があってもね、死に物狂いで小説家になると思って決めてましたから。ただその時のちょっとあのヤクザと関係で話すと、なぜ広島のヤクザがあんだけ朝のごとく仁義なき戦いほど乱れたかということは、うん、興味深いのは、うん、原爆で昔のいい親分たちが、うん、ベテランの親分がみんな死んだんです、うんうん、だから全部が用意どんで、うんうん、下っ端の人が誰でも親分になれる下克上が起こった。下克上が広島という特殊な地位に起こったわけ。 それで広島の人間たちはね、やってれと、なるほど、わしがあいつやっつけた方が勝てると言うんで、それで群がったから広島っていうのが出てきた。だけど戦いだからポッと引き方も広島弁なんかありますね。あのね、もうヤクザはもう広島ばっかりじゃないね。いやね、いや、非常に興味深いのはね、総会屋にはね 90% が実は広島県出身なんですだから
もみじまんじゅうと広島カープとね、うん、あの総会屋っていうのは広島の3つの名物なんです。その中でね、お好み焼きとね、だからそれの中で非常に面白いのはね、うん、広島弁を聞くとね、うん、もう総務部の担当の人頭痛くなる、うんね、また広島弁って、うん、それほど広島弁だったんです。なぜかって言ったら、うん、実は言葉とね職業ってのは関係あるんですけど、うん、京都弁でね、社長班ね、うん、行きまへんでってね、うん、何言うてまんねんって言ったら迫力ないでしょ、うんね、だけど広島弁だとね、おんどらしごしたろこら社長許せんでこらでところが総会屋っていうのは攻めただけじゃダメなんです。引いて後でトップと話し合いをしなきゃいけないんです。そこに補助権のだけど、そうなった時に広島弁が一番いいの、うん、おんどらしごしたらでって言っておいて、ほいじゃがのみんな、ほいじゃけのこれも可愛いとこあるで、これは1年間だけ見てやろうよ、うん、1年ダメだったらわしが本当に仕事したるけ、うん、なるほどという言い方でパッと転調できるんですよ、うん、これは東京弁だとね、社長さんあんた失格だと、やめとけと、もう社長としてはもうね、あの耐えれんと、クビだと言ったら、うん、ところがこの社長にもいいとこありますって、これダメでしょ、うん、だからホイジャガノの一言で広島弁の OK、despite what they talk about 広島 people and 広島 language but it's so powerful but it intimidates other people, you know, when you hear the 広島 and they were intimidated, frightened, but the fact of the matter is on the other side, on the flip side, it is a softener, using other people, massaging the ego of the people listening to it. So it showed that the 広島 people are supported by the people and their language, unless the Kyoto language is kind of a softened climate for negotiation. But Hiroshima gets going. これやっぱり広島のパワーと言葉にあるんですけど、沖縄の比較ってなんで沖縄と広島が一番ヤクザ強いかって、ね、アメリカにやられて、その彼らの方が頭いいんじゃないですか、うん、もう爆地で寄ってアメリカ人の武器を取り上げるという、そんなにスマートさが広島にないんじゃないですか、うんうん、あのもう一つはね、西に行くほどね、ねあのだいたい血が濃いんで暴れます、広島より。だからね、東京一番おとなしいのは東京ですよ東京より名古屋がうるさい、うん、名古屋より大阪のやつがひどい、うん、でもね、もっと言うと沖縄が一番ひどい、それもっと言うと上海が一番激しい。あ、そう。だから血が熱いんでしょうね。血が熱いか、うん、それはやっぱりあるかもしれない。それとね、もう一つ、あまり一般の人は知らない、まあ、知らなくていいんですけど、東京のヤクザたちは子分を連れて歩かないんです。一人くらいしか。広島のとか大阪以降のヤクザは20人ぐらい連れてきます。なぜかって、東京のヤクザには安全保障条約があるんです。8団体がありまして、関東20日会ってのがあるんです。その人たちは条約を結んだんです、うん、そして親分をある組が撃ったら、その後の全部の組がその組を潰すという条約を結んだんです。だから親分も町が歩けるんです。ところが、あの関西の以降、広島は親分、織田信長が今川義元を撃ったように、親分を撃てば相手はちりぢりになるのを知ってるから、親分の弾を狙えということで、全部親分を狙うんです。だから20人30人連れて歩かないと歩けないんです。そうか、なるほど。そういう風土が、これ this was very complicated because the as I said, the blood is thicker than water, so it takes the Kansai people to group themselves together and work like an army of fire ants, whereas in Tokyo, probably because of the good offices of the coalition, the good offices of the securitytreaty, if you will, one of the eight Yakuza group members gets hurt. Everybody's right there to get revenge on it, so that you can free to walk along without bodyguards, without security guards. But not so with Osaka, Kyoto, Hiroshima, and down below. The southerner and the more powerfully they are armed. They have guarded against themselves.So they can afford to maintain their own group solidarity. So they say if you get the guy on top of it, the whole group might crumble. But not so with Tokyo. Tokyo is more cosmopolitan, more politically motivated. やっぱり政治になりますね、東京は。そうなの。あのね、もう一つ言うと、ね、
関西には草加山ほとんどいないんですよ。いや、少ない。いや、ね、いやいや、右翼がね、東京は右翼が多いんです。やっぱり、ね、江戸の町なんです。関西はね、吉本興業があるように町人の町なの。そうね、だからそういうトップのやはり天皇とかね、なんとかっていう言う暇があったら、ね、我々楽しい生きようやっていう。江戸の人はやっぱりね、天皇様と江戸の地域ですからね。だからそういうことからいくとね、右翼も関西にはほとんどいなくて、東京が多いんです。なるほど。それでもう最後の総会と書かれて、これはすごい本です、論壇ね。これはちょっと注目されてるんですけども、総会が出てジャーナリストとか出版社というのはほとんど元を正せば総会の原点に戻っていくという。いやいや、これは何ですか。要するに文藝春秋とか、新潮社のような雑誌と同時に、昔は BCQ 雑誌っていうのがあったんです、ね、作る、現代の目、流動、人と日本、ね、これは全部総会屋がやってたんです。そうで、総会屋がそれをバックにして攻撃をしてた。だから総会屋が一つのジャーナリズムの半分は総会屋だったんです、そしてあとは文藝春秋とかはそういうことと関係ないちゃんとした講談社もあったんです。ということは一時期は総会屋雑誌っていうのはずっと、一時期ってほんの20年前まではそれが多かったんです、なるほど。しかしやっぱりこれはダニをこうして内部のね、バクテリアみんな殺してしまったアトピーが増えてくるように、日本の企業もひ弱になりますね。東芝もそうだし、もうこれ三菱とかとか大きく固まってるとか、ちょっとやばいですね、そうですね。あんまりきれいにしてしまったらね、だけどまあもう一つ、私週刊文春の記者でしたから、週刊文春と週刊新潮の違いがあるんですけど、それはもうすぐそのまま行きまして、3分間英語で同時訳しましょうか、はい、それじゃあ続けてください。週刊文春と週刊新潮ってありますけどね。私は週刊文春ですけど、週刊文春と新潮の違いはね、週刊新潮というのはね、相手を悪いと思ったらバサッと切ってね、とにかく殺せってこと。週刊文春はもうね、あったかいところ本当はあるんですよ。というのはね、盗っ人にも三分の利がある、ね、そういう人たちの意見も聞けた。だから文春の方がそういう意味で明るいんです。文春 looks on the bright side。だからそういう面で週刊誌の違いっていうのは、 So there is a slight difference in two major weekly magazines. でも新聞社だけではダメなんです。But the newspapers alone cannot handle the situation. 今度のね、セクハラ事件が今ね、財務省のセクハラ事件が言ってますけど、あれもね、テレビ局が掴んだけど、テレビ局じゃできないから週刊新潮に持ち込んだでしょ。週刊誌だからできるんです。新聞はね、限界があるんです。で、テレビも限界がある。Television そういう面です。 have the limitations so they can push it back to the weekly magazines. で、だから、週刊誌はそういう怖さがあって、the weekly magazines、今度は週刊誌にすらできないことがあったんです。週刊誌にすらできないことがあった。それは総会屋たちがやってた雑誌の people who are trying to do it are way down below underground. It takes guys like a 総会屋 people ホワイトジャーナリズム、グレージャーナリズム、ブラックジャーナリズム、ブラックジャーナリズム、all of the yellow journalists。それぞれの役目が。So each one of them has its own credit they deserve. Thank you very much for listening. それではね、どうもありがとうございました。はい、よろしく。それじゃあよろしく。道広松本ノーレスチャンネル東京ジャパン。